ソテッド。ちょっと新放送。これ読みにくいね。新放送のって、あ、JR の駅であるからか。あ、てか、もう目の前そこにあるんだ。JR の駅。そこは放送の駅か。あそこがね、なんか南北駅名で有名ですけど、そう、そのまとなり近鉄もあるんですね。この新放送のが21番ってことで。こんな感じで、ちょうど通行駅になってるんですね。懐かしのトラップですね。ちょっと本当に良くなったもんな。クリープな、これも京都線の方だとこれ多いの。パパとスンスン。おー、パタパタ。何が最大的に、ああ、あ、この感じか。2年4000で、そう、急行は止まるのか。ここね。そうですね。普通と急行が止まるんですね。まあでも、まあ、まあ、今回、近鉄四日市駅と対比ですからね。それとまあまあまあ、だいぶ多いですけどね。検討はしてますけどね。まあ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 、よく行きたいのか。置いといていいだろう。よし、大丈夫だ。うん。何これ、急行列車は44分だ。しますか。へぇー。うん。全然行けないとね。あ、ちょっと。どうせ次の列車来るまでちょっと時間ありますからね。こっからだ。もうこっからだ。駅前のチェックしておいてね。あ、トイレ行こうか。結構すればいいや。あ、トイレ好きなのか。数字駅だよね。4。そっか。ここはスイカ町なんか。西側の方があれなのかな？どっちかっていうと、まあそっか、JR の駅もあるし。なるほどな。ちょっと、ありがとうね。あんまこの場は、ストーンと JR の方に行けるんや。ここからだんだん暗くなってきてますもんね。そうなんですか、学研都市。その駅は一回素通りだけしたことあるのか。ああ、計算の席。こっちを開くか。あ、あ、気づかないで。あそこですか、この下で。本当の下も、こんな感じになっとんのや。便利ですね。高架駅ですけど、そのまま高架のままショッピングモールとそっちの方まで。もう交差点はそのまま上通っていけるんや。で、そっちの下にバス停があるんや。バスあるんですね。なるほどね。こんな感じの構造なんですね。ここは、いろいろ入ってるみたいですね。あ、そうや。マスク買っとかんと。天一でね、ついついね、ニンニクをね、
入れてしまいましたからね、結果的にやはりね、マスクが死んじゃったんですよね。致し方ないと、凍ってるよ、毎日、そんな、肉入れやるなんてそんな選択肢ないですからね。そうだ、マスクだけ買っとこう。よし。ちょっとちらっと見ていきましょうかね、中を。まあまあ、便利な感じですけど、まあまあ、よっかいち。よっかいちの方が去ってはいるかな。うん、大丈夫ですね。もう、JR とね、合わせてるこれですから。よしよしよし。大丈夫。今回もよっかいち駅完勝ですね。よし。勝った。よし。これまた七分ヶ丘まで行くやつあるんですね。まあ、ちょうどそっか、縦にショートカットする形になるのか、用はあるんでしょうね。さてと、ホテル買ってきましたけどね、まあマスクとね、飲み物と、やっぱドラッグストア飲み物安いんで助かりますね。58円ですもんね。助かる助かる。で、その駅、JR じゃあかんねや。で、JR で別に消費活もできねえんだよな、ここ。傷ならの見てますからね。で、これで行かなあかんのが次さ、北上この宝の先っぽの方に出てくるんですよね。まあ、でしたらもう別に近鉄フリーツップなんで、近鉄で行ってしまえばいいんですけど。あと残ってるのが、こっち寄りのとこだと、まあ、多分そんなに寄ってないけど、北上駅と大和、八木じゃなくて、八尾か。八尾駅は、寄っといた方がいいよな。ってことで、行操作とか。で、なんで、とりあえず、この後は、ですね、アテランスリープの11が、京都、あ、これだけか。戦勝計画か。戦勝計画なんだ。間に合いそうだけど、まあもう、結構ど真ん中ですけどね、京都も。で、話変えて、今ここに乗って、あと行かなあかんところが、ずーっと下がってたこの辺りの、ここですね、二上駅。あ、じゃない、二条か。これで二条なんだ。あ、これ二条から、二条、あとどこだっけ。結構向こうだな。近鉄八尾ってこんな離れてたんだ。八尾。ここら辺まで入っときたいんやな。で、八尾に行ったら、満喫バースは何かしら、どうにかなると思うんで、どうにかなると分かってる時点でもう、自宅破綻してる気もするけど。で、あとこの、こっちのことか、江賀の市とか、こっちのことかはもう、明日だな。江賀の省と、どこだっけ。ここね、滝谷工藤と、遠回し。あ、こっちは、すいません。海間寺。っていうところらしい。とりあえず、橿原新宮前行くやつで、よいしょ。橿原新宮前に行くやつ、今日、急行か乗って、八木で乗り換えて、とりあえず2畳か。なんかややこしいね。ここで2畳って言うと、あっちの、京都の方の2畳みたいな感じですけど。あっちやったら乗り換えなしできますもんね、ここから。これは、まあね、急行が来るもんね。来ますね。これで、
焼きまで行ってしまえばいいですね。